神戸新聞杯の展開予想を始めます。アシスタントの赤木真理子です。田原さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。スタートしてからの1ドルです。まあ、名勝タバの大外になりましたけど、やっぱりこの馬が花切ってきます。で、内からジューンテイク、バッデレイト、まあ先行力あるので、まあ、1コーナーまでは前の位置で、レース進めると思います。その後メリオーレムで、ミスター GT、ウエストナウで、13番枠、まあ外枠なんですけど、インテグレイト、まあ先行して前でレースしようと思ったらできるんですけど、まあおそらくここで足を使いたくないので、今回はシートレーナー荻野キアムジョッキーに若干控えめにレースをするように指示するんではないですかね。まあ、前走もスタートしてからポンと2番手で前の位置につけたんですけど、まあ後続に来られたらうまく内で控えて味な競馬できたので、今回も13番目が当たったので若干控えめな競馬を指示すると思います。で、その後オールセインツ、まあ、前走はね4番手で先行抜け出すという形のレースになったんですけど、それほどね行き足のある馬じゃないんですよね。まあ、ですから先行勢を見る直後の位置ぐらいでレース進めると思います。で、まあ、3番の5女2号は内で、で、サブマリーナ、サブマリーナスタートして出していくと少し折り合いの難しいところがあるので、おそらく、まあ、武豊ジョッキー前走控えて使える足も、測って把握しているので、今回もやっぱり前半は無理せず控えていくと思います。で、その後をビレム、ビレムも未勝利や2戦目の頃は前でのレースをしてたんですけど、その後やっぱり控えるようになってから非常にいい質で足を使うようになりました。まあ、今回も姉妹を生かす競馬で中段やや後方に控えると思います。で、湘南ラプンタやはり気象的な問題でやっぱりレースに行って折り合いの難しい馬です。まあ一夏越して少しは落ち着きが出て成長、精神的な成長も伺えるんですけど、やっぱサメ島ジョッキーやっぱり春のようにガンと行かれるとやっぱり足を使ってしまうので、まず折り合い重視で、そうするとやっぱり後方の位置になると思います。で、トラストボスも前走でやっぱり控えていい競馬しましたよね。ですから今回も位置取りにはこだわらずにもうしまいにかける競馬をすると思います。で、ヤマニステラータ、この前やっぱりスタートダッシュがないですよね。もうだからもう追い込み一手でもう後方からの競馬になります。ビザンチンドリーム本当にひと夏越しで非常に馬体もたくましくなって精神的な落ち着きも見えます。ですけどね、やっぱり、まあ、ゲートの心配とゲート出てからやっぱ折り合いの心配があるので、やっぱりみゆきジョッキーやっぱ今回も、まあ、ポーンと出ても仕掛けていくようなことはないと思います。ですからまずいつものように後ろからの競馬になるのではないかなと思います。はい、向こう上面の位置取りです。まあ、先頭は名勝タバル、2番手おそらく1コーナーではこういう形になってたと思うんですけど、ジューンテイクも少し折り合いに心配があるので控えめにな位置で、バッデレイトが2番手ジューンテイクで、その後メリオーレムで、内からミスター GT で、その後ろにウエストナウで、外にインテグレート、インテグレートもし控えていけっていう指示がなかったらやっぱりこういう位置にいるかと思いますけど、ただ13番枠 1,2 コーナー回るときにやっぱり外回りたくないので、私は今回若干控えめに行くんではないかなと思います。まあ出していってもこういう感じで、これは流動的ですけど、まあ私はメリオーレムの後ろぐらいではないかなと思います。で、その中段やや前にオールセインツで、内からゴージョニーゴーで、サブマリーナ、まあサブマリーナは本当に武豊ジョッキーじっと足を貯める競馬で、中段やや
後方でじっと折り合いに専念していると思います。で、ビレムで湘南ラプンター、湘南ラプンター、まあこれは別折り合いついたからこの位置だと思います。ただもし折り合いを書くようだったらこれぐらいの位置かこれぐらいの位置に上がってるかもわかんないんですけど、まあスタートしてとにかく折り合いに専念してたらうまく折り合いをつけて鮫島勝間ジョッキー後方で足を溜めれてるのではないかなと思います。でトラストボスで、ビザンチンドリームで、山にステラータ、まあ候補は過去はこういう位置取りだと思います。田原さん、はい、名将田原は毎日杯皐月賞と逃げの手を打っていますが、今回もやはり逃げるということで、はい、どのぐらいのペースで行くと思われますか？そうですね、やっぱり浜中ジョッキーとしてはやっぱり皐月賞のようなああいうペースではにはしたくないと思います、はい、毎日杯の時は、まあ、最初控え気味に行って3番手から、まあ、それから花切っていったんですけど、その時で59秒6ぐらいでしたっけ、はいね、ですからね、できたらね最低でもやっぱりもうベストはやっぱり1分ぐらいで行きたいと思うんですけど、多分このままではやっぱり難しいと思います。まあ多少折り合いを書いても毎日杯と同じぐらい59秒5ぐらいでは行きたいと思うんですけど、もしかすると59秒の前半、まあ59秒切ることはないと思うんですけど、スタートしてから1コーナーの入りで2番手のは隣接するようだと1、2コーナーでちょっとかかる恐れがあるんですよね。そうするとやっぱり59秒前半、まあおそらくこういう形はないと思うんですよね。こういう形だとやっぱり逆に名将田原かかっちゃうので、やっぱりある程度引き離すと思うんですよね。ですからやっぱり59秒のやっぱり前半だと思います、はい、では2番手以下はいかがでしょうか？そうですね、まあ名将が速いペースになったとしても、まあ、2番手はもう折り合いのつく馬が多いですし、まあ順っていうかって少しかかり気味になるところもあるんですけど、それほど無理しなければ内枠1番で折り合いつくので、まあデレイとか2番手ジュンテイク2番手、まあちょっと流動的、まあインテグレートも思い切っていくかも分かんないんですけど、私はインテグレートメリオーレもがそれほど前を追っかけないと思うので、まあ1分ぐらいですかね、まあそれか1分切っても59秒の後半、それほど速いペースにはならないと思います。はい、3コーナーの位置取りです。向こう上面、まあ、縦長だった名将田原が引き離して縦長な隊列、3コーナー回る地点では、名将田原と2番手以下の差は、まあ、同じぐらいだと思います。で後方待機の馬が、まあ、徐々に前の中段の馬と差を詰めにかかると思います。でそれによって少し中段の馬が押し上げられて、先行している2番手3番手の馬たちも徐々に徐々にペースアップしていくんじゃないかなと思います。はい、名将田原の足色っていうのはどんなもんですかね？そうですね、まあじゃあ早めの、まあ、先ほどペース予想させていただいたんですけど、まあ少し早めになったとしても手応えはいいと思います、はい、あのまあ皐月賞のようにねガンとかかってたらもう言えば嘘の手応えですけども、はい、引っかかってるので、うん、ですけど今回はスタート大外枠ですしそろっと出して自然と花立ってると思うので結構折り合いはついてると思うんですよね。ですから十分、足色に余裕はあると思います、はい、人気が予想されるメリオーレムやジュンテイクのジョッキーはどういう感じでタバルと差を詰めに行こうと狙ってますか？そうですね、まあ、あの2番手集団のバッデレイト岩田未来ジョッキージュンテイクの藤岡雄介ジョッキーメリオーレムの川田ジョッキー、やっぱり
いい勝負できると踏んでると思うんですよね。まあここでも手応えいいと思うんです。ですからね、特に私が2番手だと予想するバッテレイトの岩田未来ジョッキー、自ら捕まえに行くと後ろの馬に刺されるし、もっと早めに行くと後ろの馬、また中段の馬にゴール前で刺されるので、できたら名将タバルトは足は良くても自分では出て行きたくないと思うんですよね。でまあジューンテイクが前でもメリーオーレムが前、こういう位置でも早めにやっぱり捕まえに行きたくないと思うんですよ。ですからどうやって差を詰めるか、まあ名将はすごく足色が良かったらどうやってどこから行こうかって、ここでは一番ちょっと牽制してると思います。お互いを、はい、お互いを牽制してると思います、はい、で特にバッデレイトが2番手になってメリーオーレムが3番手、まあ、ジュンテックは、まあ、多分おそらく1だと思うので、川田ジョッキー どちらかというと強気なレースをするジョッキーですけど、まだねここではね前との差を自ら詰めるようなことはしないと思います。残り 700m を切った時点から徐々に行くか、それともそこで行かないで待ってて 600m ゴールまで、残り 600m の地点でからグンと行くか、まあここは川田ジョッキーも計算、自分のメリオーレムの手応えで考えてるところだと思います。まあ考えてるって言ってももう一瞬一瞬の判断ですけど、ただ僕はまだここでは動かないんではないかなと思ってます、はい、もし動くんだったら逆に後方の馬湘南ランプンターあたりがかかれば逆にここからグーンと押し上げて、でそれによって動かされるっていう形で差を詰める、名将タバルとの差を2番、2列目、3列目の馬が詰めてくるので、自らまだ捕まえにはここではいかないと思います、はい、4コーナーの位置取りです。先頭名将タバル、2番手バッデレイト、その外メリオーレム、インテグレイトで、内からジューンテイク、ジューンテイクはおそらくバッデレイトとメリオーレムがの足の次第でこの間を割るか内から来るか、私は内からじゃないかなと思います。でバグの中にウエストナウ、オールセインツで、ウエストナウとオールセインツの後ろにサブマリーナで、内からミスター GT、ゴージョ25で、ビレムは外に出すと思います。で湘南ランプンターもここではね、鮫島ジョッキーも解放してるんじゃないかなと思って、あまり若干やっぱりハミを取ってると思うんですよね。で4コーナーの前からもう離してると思います。でそれと一緒に 外からビザンチンドリームで、トラストボスは馬群の中に入れると思います。でヤマニンステラータは4コーナーを回って斜めに大外に持ってくるんではないかなと思ってます。名将タバルの浜中ジョッキーはこの長い直線、はい、どのあたりからラストスパートにかかるでしょうか。そうですね、まあ2パターンあると思うんですけど、先ほど3コーナーの位置取りでまだ引き離してるんじゃないかなって、私は向こう上面と同じ向こう上面についた差と変わらず2番手集団との差と同じぐらいあるんじゃないかなと予想してるんですけど、名将タバルの折り合い次第で折り合いがぐっとつくんだったら、この各馬が押し上げてくるゴールまで残り600m の手前、700m あたりからもし非常に折り合ってるんだったら、そこでは逆に僕引き離さないで溜めてるんじゃないかなと思うんですよ、はい、ですから4コーナー回るときは結構隣接してると思うんです。でそこで4コーナー回ってからスッと引き離してるんじゃないかなと思います。でもしあまりこの向こう上面である程度折り合ったとして、3コーナーでまあ引き離先ほどぐらいの2番手集団との差であまりためられないようでしたら、もうこういう2番手集団との差が開いたまま4コーナー回ると思うんですよ。で4コーナー回って逆に4コーナーを回ってから少し待つと思います。ですからここで
貯められるんだったらここで貯めてこういう形で回ってくると思うんですよね。それから早めにスパートで引き離す。でここであまり貯められなかったらここで追い出しを我慢すると思うんですよ、はい、でここで隣接してきてから追い出すと思います。ただ僕の予想としてはね、結構は折り合いは折り合いよく行ってるんで、ある折り合いよく行ってるとしてもあんまりめちゃめちゃ引きつけられないと思うんですよね、気象的に、はい、ですからある程度ビュッと離してないですけど、やっぱりここで若干引き離し気味なんではないかなと予想してます、はい、直線の攻防です。先頭名称たまる2番手を引き離します。でその外からバッデレイト、内からジューンテイク、バッデレイトの外からメジオーレム、その後をウエストナウ、インテグレート、オールセインツで、ウエストナウとオールセインツの後ろからサブマリーナで、ビレム、内からミスター GT、ゴージョニーゴー、トラストボスはバグを割ります。で山にテラータは4コーナーで外に出します。で大外から湘南ラプンタとビザンチンドリーム、名称タバル、まだ後続を引き離してます。で内からジューンテイク、バッデレイトで、バッデレイトの外からメリオーレム、ジューンテイクに並びかけます。メリオーレムの外からウエストナウ、オールセインツ、インテグレート、サブマリーナ、オールセインツとインテグレートの間を割ってきます。でその後をビレーブ、大外湘南ラプンタ、ビザンチンドリーム、名称タワル、まだ足があるんですけど早めにジューンテイクが並びかけます。でバッドレイトをかわしたメリオーレムがジューンテイクに並びかけて名称タワルに迫ります。メリオーレムの外からウエストナウ、オールセインツ、バグを割ったサブマリーナが伸びてきます。でインテグレートと湘南ラプンタの間を割ってビレンも伸びてきます。で大外ビザンチンドリーム、湘南ラプンタ、名称タバル、まだ足色に余裕はあるんですけど名称タバルの外からジューンテイクが並びかけます。並びかけたところをその外からメリオーレムは2頭をかわして先頭に立ちます。でメリオーレムの外からウエストナウ、オールセインツ、サウマリーナ、ビレムは伸びてきます。メリオーレムギリギリ粘り込むんですけど外からウエストナウ、オールセインツ伸びてきます。でサブマリーナ、ビレムも伸びてきます。粘り込むメリオーレムをかわしてウエストナウ先頭に立つんですけどその外からオールセンツが鋭い決め手を発揮して一着でゴールすると思います。では田原さんの神戸新聞杯の一着予想はオールセンツということですね。はい、オールセンツ、坂井隆成ジョッキーがこの馬の持ち味であるいい足が長く使え、なおかつ決め手がある、その良さをうまく発揮させるんではないかなと予想しています。2着争いはいかがですか。はい、非常にまだ展開予想やっても迷いますね。もう本当にメリオーレム、ジュンテイク、ウエストナウも横一線だと思うんですけど、でもビデームがうまく回ってきたら、まあ、穴馬なんですけどもう2着あっても不思議ではないなと思ってます、はい。まあ、3着争いは本当にもう横一線だと思います、はい、この展開予想で挙げた上位の馬、もしこう穴馬っていうのが差し込んでくる展開があるとしたら、まあ、人気的にはねもうビレムが本当に穴馬なんですけど、まあ、私はもう穴馬ではなく本当に有力馬だと思ってます。はい、はい、まあ、うまく本当にうまく三内ジョッキーが回ってきた時にやっぱりビザンチンドリーム怖いですよね、はいはい、
ビレムはどのあたりを評価されていますか？いや、ビレムはね、しぶといです。はい。力もつけてますし、なかなか追ってからバテない、いい足長く使いますし、まあ、最近は金層を決めても出てきてるので、名称タワルが飛ばす展開で前の有力馬が早め早めに動く展開だと末脚生きるんではないかなと予想しています。はい、じゃあ赤井さんの本命、はい、聞かせてください。私はこの中京の直線で大外からビサンチンドリームがまとめて差し切って一着でゴールすると思います。はいはい、まあ東京優秀というかダービーとかではもう何もさせてもらえなかった、はい、ちょっとやっぱりスタートに課題があるので、あの展開じゃそうだと思うんですけど、この中京の 2200m は1コーナーまで距離がありますし、まあ、追走でもうどうにもならないってこともないと思うので、位置取りにそこまで苦労せず運べたら、もう初戦2戦目で見せたような爆発力っていうのをもう一度見たいなと思いますし、近親のクロノジェネシスとかも小馬になって徐々に力をつけて本格化してきた馬なので、まだまだ成長力があると思ってます。強いですよね。いや、はい、馬はねすっごい良くなってますよ、ね、良くなってると思います。本当に春も、まあ、馬は春も良かったんですけど、はい、もう一番ちょっと秋を迎えて馬体目立ちますよね、はい、うまく回ってきたら本当にまとめて最高峰からでも差し切る足は本当に持ってますもんね、はい、もう本当は怖い人だと思います、はい、では阿部さん対抗馬教えてください。対抗馬はウエストナウです、はい、キャリアは浅めですけど本当に今までのレース内容がすごく強かったと思いますし、まあ、このメンバーの中でも全く見劣りしない実力を持ってると思います。ウエストナウ前走はね前で、まあ、ちょっとアクセントあったんですけど、はい、後ろから行ってもすごくいい足使うと思うんですよね、はい、今回西村ジョッキーやっぱり2戦目でああいうちょっと外に投資したりしたのを気をつけて馬群からいって逆にいい足使って差し切るシーンもありますよね、はい、と赤井さんが挙げた本命対抗能力は本当に秀でてるものがあるんで、はい、うん、狙って本当に面白いと思います、はい、では赤井さんの穴馬教えてください。穴馬が迷うんですがミスター GT ですね、うん、まあ、ちょっとまだまだ幼さがあったりとかこうムラがあるような気はするんですけれども、まあ、実力っていうかもともと持ってる素質は高い馬だと思うので、ひと夏を越して大人になってくれていたら、まあ、3番手4番手差し込んでくる可能性もあるかなと思います。そうですよね、この春ずっと強いメンバーと戦ってたんですけどね、はい、まあ、でも今回はビザンチドリーム、もう赤井さんの熱意がこの距離で伝わりますねもうこのまま追ってきます、はい、では皆さん赤井さんと私の展開予想を参考にして神戸新聞杯楽しんでください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。